聖地リルメトデー聖教大聖堂、ラインハルトハイドリヒ暗殺の実行者たちが立てこもった地下室の窓と、その上に設けられた実行者たちを記念する名番。窓の周りに、銃撃の跡が残っている。チェコ共和国のプラハにある聖地リルメトデー、聖教大聖堂は、チェコスロバキア聖教会の主要な教会。現存する聖堂は1730年から1736年に、 かけて、キリアン・イグナーツ・ダイアントソン・ホファーによって、セインとチャールズ・ボロメオに捧げられた、ローマ・カトリック教会の聖堂が元になっている。聖、ツリルと聖、メトジェンを記憶している。第二次世界大戦中の1942年に、大聖堂は、ナチスの親衛隊大将、警察大将で、米面命令保護領副総督を務めていた。 ラインハルト・ハイドリヒの暗殺作戦を決行したチェコとスロバキアの愛国者たちの最後の舞台となった。6月18日に激しい銃撃戦の後、彼らは捕まることを避けて自決した。現在、教会内には国家的英雄とされる彼らのために設けられた博物館がある。ナチス側はハイドリヒの代理であったカールフォン・フィッシャートロイ・エンフェルト親衛隊中将が 追撃隊の指揮を取る熱の入れようであった。ありがとうございます。